アキコさん、アイザーなどであるパールチャートのお尻の部分がクリアなのは何か理由があるんですか？ですね、なんかうちの吉沢と泉がそういうカラーが好きで、僕はパールチャートはもうパールチャートのまんまがいいんですけど、なんか、まあ、昨今やっぱそれだけだとちょっと店頭で売れないのか、まあ、弱いらしいんですよね。だからそうやってちょっとクリアを入れたりして、目先をちょっといじるようなカラーにすると動くって前聞いたことありますね。はい、個人的には反対というか嫌なんですけどね。N 松さん、ブロイン 140S に暴走3セット復活させて、そうですね、復活させたいですね。俺もあれ好きなんだけど、なんか、うん、ちょっと昨今のカラーは、なんか営業的な面で、いわゆる例えばチャート、バック、パールっていうのは売れないらしいんですね。で、なんか後ろをクリアにするとか、ギールを貼るとか、なんか一ひねりしないとダメっていうふうに営業からは言われるんですけど、まあ、自分はなんか古い人間だから、普通にレッドヘッドパールとかでいいのにと思うんだけど、なんかちょっとクリアが入るとか、何かしらしたいようなんですよね。で、そういう中で、暴走3セット、まああれでも手、そうだ、手間暇が、あれめちゃくちゃ色を塗るので、それで今生産、そう、デカレンズホロと、暴走3セットは1本塗るまでの時間がめちゃくちゃ長いんですよ。なので今はちょっとその品切れを解消する方を優先させようってことで、比較的時間、生産時間がかからない、塗る時間が短くて済むカラーでどんどん生産数を増やしている時期なんで、多分店頭に 140S がなら、まあ、比較的安定して並ぶようになったら復活してくるんじゃないかと思います。色もリアルテイストとはかけ離れた方が、ね、そうですね。イワシカラーを堅くなに作らないとやると、それも営業面ではいっぱい怒られて、なぜないっつって、まあ、今も一応カラーとして残ってるけど、ガボッツのリアルプリントカラー、うん、ありましたね。あ、これ、ね、ちょっと一回市場の意見に合わせてじゃないけど、まあ、やってみようかって言ってやってみたら、多分ブルーブルーのブランドがある意味出来上がっていたのか、あ、売れるのかなと思ったら、そんな売れられなかったですね。全然あのチャートバックパールとかヘッドヘッドとか、うん、そっちの方がこう注文取れてて、あ、意外とそこそこじゃん、なんだよ。まあそれはそれでね、もちろん面白いし、普通のイワシカラーじゃね、だからでも写真プリントができるっていうプリンターをね、見つけて頑張って塗ったんだよね。この城とかみんなで捕まえて写真撮ってそれをさ、焼いたりする。なんであの時、今思えばボラやんなかったんですかね。なんでボラやらないでハゼやったのかって、アユとか、あ、なんか差をつけたかったんだよな。多分普通に行きたくない。あの頃一番反発してたから、だからイワシカラーは絶対やりたくないで、100歩譲って片口イワシカラーやろうってなったじゃん、プロに。でもなんか背中が青黒いの嫌だっつってさ、紫にしたってなってありきたりじゃないみたいな。あ、なんかね、メジャーデビューしたけど売れる気ないロックミュージシャンみたいな、お前ら売る気あんのみたいな。何なんでしょうね。あったなぁ。ハーバッツのリアルプリントもやってる時はノリノリでみんないいじゃんいいじゃんみたいなやってて、出してみたらゲームね、新しい技術だったから、あ、確かに楽しいじゃんっていう。だからユーザーは全く支持しなくて、うん、まあだからやっぱりリアル系はダメじゃんみたいな、ね、多分全部をもともとブランディングでリアルに振ってたらいいんでしょうけど、いきなりそういうことポンってやると、いやいや、あんたそこなんか違うでしょって話なんですよね。いや、まあ、あれは学びましたね。そうだな、あの辺でなんかリアルしかちょっと捨てたりして、うん、またボラコンで戻ってきますけど、でもボラコンのワームにプリンターで描いたり、うん、ワームに 3D プリントをするとかさ、そうですね、ワームを塗ることで質感出すのはまだ新しいから面白いし、うん、あれは追求してみたい。そうですね、あの銀粉塗ったこの野郎とかのさ、生めかしさってないから、あれはワクワクするね。だからやっぱワクワクするかどうか、うん、なんかリアルだからワクワクするかどうかは分かんないじゃん。それだとやっぱ真っ白い棒の方がさ、棒とかのっぺりしたカラーがマットチャートで釣るって楽しい。あんな色の魚いないからさ。マットチャートもともとあったんですけど、うん、こんなに流行っちゃったのって多分村岡さんがあのブログで書いてあったからですよね。そうですね、今月30の発売の時に、でも受注じゃ一番少なかったんだよね。生産数も少なくて、でもスネコンの動きを覚えるのにマットチャートは絶対大事って言うから、絶対1本目はマットチャート買いましょうって、俺のブログ書いた直後に達郎から、一番出荷少ないんだからそんな宣伝しないでくださいよって言って。
警察が上げちゃったよみたいな。で、そっからマットチャートが滑り込み消えたじゃん。そっからだよね、マットチャートに。そうよくある、うん、営業と裏を逆を行く。あんまりね、いまだにここの連携はあまり取れてませんあとカラーって発売する前に何色も塗って、発売するカラーは営業サンプルに意外と出さなかった、トントリたりして、うんうん、ボツカラーをテスターさんとか野村岡さんも含めて配ってて、うんうん、いいですよぐらいな感じで言って、あっ、やべ、そのカラーボツにしちゃったんだとかね、うん、よく SNS 上げると結構言われますね。ないじゃんそれ、うん、いい色ですねそれ、いやこれボツなんです。色はその辺はな、まあ、その辺はもう少し上手にできるメーカーなんか他社さんすごいじゃん、すごい。いや、しっかりやってますね。回収すんの。俺は他のメーカーともやってるから、もう未発売カラーはちょっと回収させてください。だからそれぐらい、もうしっかり、要は露出したカラーはちゃんと店頭にあるみたいな。一致させていくっていうね。自分が提案しても、やっぱりなと思ってボツになるカラーもあるじゃん。うん、でも自分の中では最高だと思ってるから、全然釣って、釣れたぜって。イエイどうやみたいな。もうそのカラー売ってない、売ってないというかラインナップにも入ってない。いやそれも自分だって営業だから、うん、それをやっちゃいけないのに釣りたいし、うん、魚見せたいしみたいになると釣り人が先に行っちゃう。自分の中の釣り人が先に行っちゃうんですよね。ちょっとルアー変えてブロイン、ブロイン140、謎のカラー。え、なんか変な模様してる。不思議でしょ、色がどんどん変わる。不思議な。マジョーラ、マジョーラも入ってますね。すごい。いや、これがもうすぐちょっと発売する新しいカラー。塗れって言い続けて、しぶしぶ優吾が塗り出して塗ったら楽しくなったみたいで動画いっぱいアップして塗った後10秒ぐらいすると割れ出すので、中の下地が見えてきてこういう色なんだけど、楽しくなったみたいでそれを一生懸命動画撮ってる車とかバイクで結構俺が好きなんで、そういう動画とか情報を見てるとこの色すごいなっていう色があるね。多分、なるほどね。それを自分なりに調べて、こういう塗料があるとか、この色を使ったなんかカラーを考えようよっつってユーゴにあげると、ユーゴが調べて塗料を買ってきて、でこれどうですかっつって、一つすんごい色があってこれは欲しいねってなんだけど、うん、採算が取れないことがあるそんなもんもあんねや一倍くらいしちゃう、塗料代が高すぎて。うわすげえな。それぐらい釣れる色とかだったらいいんだけど、まあ普通に釣れるけどその塗料のせいでめちゃくちゃ釣れるわけじゃないんで一枚のブロインじゃなみたいな感じで一枚のブロインブルーブルー、この子の酔いでまだ儲ける機会で散々叩かれるよね怒られるの怒られるよね